少女時代や男性グループ防弾少年団らが悲痛な表情で弔問ジョンヒョン、サンノシー神、ファンスー千里も。19日、ソウル市内の病院に置かれた韓国の人気男性アイドルグループ、シネー、シャイニーのジョンヒョンさんの遺影。